ね、みんな絶対に面白いから。逆張りで、かえちゃんもったいないよな。まあ俺のセコンドで出てもらうか。うん、かえちゃん電話していい？もうセコンドで出てもらう？セコンドなら出てくれるんじゃない？もう。お疲れ様です。あのセコン、僕のセコンドなら出てくれますか？いやでも僕 いりますかね。行ったらもうすごい叩かれそうで、あんまりもうばっかり正直ちょっとセコンドもやっぱダメです。いやもうなんかコメントでめっちゃ叩かれるのがもう 見えてるんで。マジですか？でもちょっと メンタルがちょっと やばくて。あ、じゃあもう出るって言ってもらった方が多分全部うまくいくんすけど、はい、セコンドですか？いや自分いりますかね、スパーク会場に。会場にもいるし、できたら善逸さんとね、善逸くんもやっぱりそのつもりでずっと練習してるから。うん、で多分今まで練習相手と全然違うから、善逸さんね、練習相手というの、今まで練習相手、例えば俺とちょっとやったりとか、やっぱ強いじゃん、怖いじゃん。でもそれが自信になって、善逸くんを前にした後に、前にした時にこれはいけるっていう気持ちになるんだよ、絶対に。はい、うん、だから練習ちょっとしんどいのもあると思うけど、体調の面もね、はい、もうお願いだから出てほしい。でちょっと俺の悩みを一つ減らしてほしい、本当にお願いします。もうそしたら盛り上がるし、はい、ちょっとそこをなんとかお願いします。絶対にアンチコメント減らすんで。いや減らすというか、そのちょっと協力してください。もうで今右地さんは出てくれる、はい、で香川さん出てくれる、はい、で今誠司が考えてる状況で、はい、であとかえちゃんだけないよね。でそこをなんとかお願いします。もう何でも言うこと聞くんで、ちょっとお願いします。いやもうセコンドは多分いらないと思いますわ。いや選手としてね、善逸くんと、はい、うん、だから俺がどれぐらい必要としてるかって言ったら、選手としても出てほしい、セコンドもやってほしい、それぐらい必要なんだよ俺にとって。かえちゃんは、やめときます。はい、選手もちょっとかえちゃんお願いできませんか？うん、お願いします。申し訳ありません。じゃあもう個人的にもう、じゃあお金払います。もういくら欲しいですか？いやもうもうスパークの運営じゃなくて個人的にお金払う。もうお願いだから出て、本当に、うん、もうお願いします。もういやもうもう一回出るって、土下座して出てくれるって言ったじゃん。いやそれはだから27日は本当にちゃんと出場はしようとしてたんですけど。いやもう本当お願いします。もうもう一回だけなんで、わがまま。いやもうで体重も今も52キロ台なんですよ。いやもう体重はもう一切関係ない、それはもう前日さんに話す。関係ないって話す。体重差もありますし、うん、関係ないって話す俺前日さんに。関係もう体重無制限でいい、2人は。体重減ってきてて、体重無制限でいい、無制限でいい、もう何でもいいから。体重を増やそうとした結果、52キロ台まで下がっちゃったんで、うん、もう体調不良なんですよ社長、ほんまに。も申し訳ありません。じゃあもう一発芸やってください、ゲストで。それは やってくれます、一発芸のコーナー。その空気で できないっす。いやその社員空気でワンライブの企画ね、はい、そういう4人がいないとおかしくなっちゃうから、
何かしらで携わってもらわないと、受付とかでもいいからね。何かしらで携わってください。はい、それはちょっとすいませんけど。でやっぱ元ヤンじゃん、元暴走族の頭だし、もうそういうとこは見せてほしい。はい、元暴走族の総長としてね、頭じゃないか知らないけど、はい、ケツ持ちやってたんでしょ、はい、それ戦う部分ちょっと見たいから、本当に個人的にもリスナーも、はい、お願いします。ちょっとじゃあちょっと申し訳ありません、もう何回もちょっと同じ話になって、何でもずっとループしてます。はい、で分かった上で お願いしてます。いえ、ちょっともう結局それでちょっと断りきれなくて、一回引き受けて今こうなってしまってるんで、はい、もうちょっと引き受けたらまたこんな感じになっちゃうので、いやだからもうその作戦をしてるんですよ、はい、同じ作戦をね、なんとか断れないように引き受けてもらう、はい、でなんとか罰金100万円の契約書を書いてもらう、うん、その作戦してるんです今。はいはい、ただもう体調がもうそういう体調が悪かったら、ね、エビをね夜中まで捕まえないでしょう、はい、うん、いやだから体重も本当にどんどん減ってきてるんですよ。でこの前配信で測ってほんまに52キロ。じゃあ対戦相手変えたらいいですよ、ガリガリに。八王子と一緒の体重なんですよ僕、うん、今対戦相手変えたら出てくれます。いやだからもう格闘技やるコンディションでは ないですってほんまに、うん、体調ほんまに。じゃあ分かりました。はい、もう分かりました。申し訳ありません。善逸くんとチャンバラ対決どうです？ついた風船を割る。いやそれもちょっとやらないです。何だってやってくれます、善逸さんと。もうエンタメでいいんで。善逸もうちょっと嫌いなんですよ。嫌いだからこそやってほしいんよね。いやいやもうそれでも気持ち悪いことされてるんで、うん、だからこそチャンバラ対決どうですか。でなんで僕会いに行かないといけないんですか、そんな嫌がらせなんかしてくるやつに対して。そこをやっぱ企画としてね、向こうはワンライブ VS 善逸会っていう縮図ですよ、そういう意味で。はい、善逸会のねやっぱ長を倒してほしい。はい、うん、だってワンライブ代表してパルはね、はい、あの Z 会と戦うわけだから。はい、うん、やっぱね、大阪支店長のその意地を見せてほしいっていう。はい、うん、で勝っても負けても絶対面白くなるから、はい、母ちゃん出てくれるだけでね。はい、うん、絶対に必要なカードなんすよ。はい、じゃないと土下座しないですよ僕。はい、はい、じゃあちょっともうやめときます。考えてもくれないですか。いや、考えた結果、それ前に説明、その27日はもうほんま出ようとしてたんですけど、そのもうそれが終わって一回糸が切れて、一回考え直したらちょっともう出れないなっていう結論に至ってしまったので。はい、わかりました。もうお前も申し訳ありません。いや僕土下座しに行っても変わんないですか。それは気が動くかもしれません。いやそれもな。じゃあ土下座しに行きます。いえ、もう火薬さんのために神戸まで。申し訳ありません。土下座しに行きますね、契約書持って。じゃあ失礼いたします。やっぱこれ行かなきゃダメだわ。もうワンライブで一番ビップだわ。もう折り菓子持って行かなきゃいけない。もう立場ない俺。なんでだろうな。あ、お疲れ様です。あ、もしもし。あ、お疲れ様です。はい。ですね、はい、スポンサー問題が解決しました。はい、ありがとうございます。それで出場
する方向で契約を結びたいと思います。本当ですか、ありがとうございます。本当に、タイトル通りスパークを救っていただいてありがとうございます。本当に頑張りたいと思います。はい、で、あの誠司さんがもともと言ってたそのエアコン、トイレ関係も解決したんで、はい、本当に改めてすいませんでした。Z 会の人も、はい、頑張ります。で、またちょっとあの配信やってもらって何かあったらネタにしてもらって盛り上げてください。あ、いいですか。またコロナになったら、はい、あのホワイトボードに名前書いてもいいですか。名前書いてもいいです。そういう変な風に捉えないんで、僕も、で、一切ハトも信じません。はい、お願いします。で、改めてあのヘアバンドとタワーケン、マンの剣もいじってしまってすいません。気をつけます。それはじゃあもう水に流します。あ、すいません。でも、戦争も和解ということでいいですか。はい、じゃああの引っ越し場持ってきてもらっていいですか。あのよろしくお願いします、スパーク。お願いします。はい、それでは失礼いたします。引っ越し場お願いします。はい、失礼いたします。失礼します。誠司さん、お金は困ってない。お金は水野さんもごめんね、よし、これでメイン2つ決まったわ。これで成り立つわ。もう成り立たんと思ったわ。うん、これなら自信持って絶対盛り上がる。あとちょっとパルパルさんのケアをして、うん、あれしないと。で、近々パルパルのあの剣も型がつくんで、もう最終段階来てるんでね、鉄さんとのことも、もうそういう意味でいろいろすっきりしてくるから、うん、あとは火薬さんだけだけど、もうちょっとこれ分からんな、俺行くべきかな、ちょっとね、そう、俺もうやれることやってみての方がいいかな。まあちょっと大阪飛ぶわ。もうこれで土下座してちょっと契約書作らないとね。契約書で縛らないといけないから、あの人の場合。うん、でネタにしてもらって、うん、口約束無理だから、コロコロ変わるから、まあ誠意をちょっと見してね、うん、で引っ越し入って俺引っ越し祝いもらってないんだけど、引っ越し祝い、あ、ね、何でもないです。ちょっとそれはちょっとあれします、ちょっと考えます。うん、返す人間だから、ヒーチャリアンス、あ、やっとバーバリーのポロシャツ着れるわ、お気に入り、うん、お気に入り着れるわ、着づらかったから、うん、だからやっぱ難しいなと思ったのは、今まで通りじゃやっぱダメなんよ。運営の立場っていうのをわきまえないといけないんよ、うん、やっぱりね、うん、で誰かに小石投げるってそこのリスナーもやっぱ不快に思うから、そこまでちょっと考えるべきで、うん、うん、嵐ブロッ
ック。いや、もう全て受け入れようと思ってつけてるから、まあ、今日はいいですよ。何言っても。ゆめきお帰り。食べてないやん、ご飯。よかったわ。あ？いや、なんでもない。よかった、本当に。もう中止にしなきゃなと思ってたから。ありがとうね、ココちゃん。20万円のスポンサー。ココちゃんね、本当に。ね、こうやってね、応援してくれてる人いるからね。やっぱやらないと、やりきらないと、やっぱ俺、自分の今後の配信人生にも大きく関わってる。やっぱ投げ出せない。やりきらないと。やっぱり。うん。途中で投げ出せない。何でもやりきってきたから。トータビも何でも、うん、協力してくれてる人の声が見えなくなるんや。批判的な声ばっかり。でもこれは応援してくれてる人のためにちょっとやり遂げないといけないし、ちょっと力入れないとですぐにでも大阪行きたいけど、契約書をちょっと作らないといけないから、あれもね、プロの業者に頼んで作ってるんよ。ちょっと時間かかるから。ということで皆さんね、あの、改めてスポンサー募集開始したんで、よかったらワンライブの事務所お願いします。はい。で、もう一つこれワンライブの3人に話さなきゃいけないんだけど、そのまあ 1ヶ月に一遍でもね、そのとつまちを4人でもやって、そのグッズの方ね、そのお店を貸してくれるとこがあるから、それをやりたいって話もちょっとしないといけないんだけど、うん、したらリスナーさん前に来れるしね、うん、それもちょっとね、あれしないと、うん、で、誠司さんって俺のこと嫌いでしょ？みつちゃんにつまんないとか、本当に来てほしいの？嫌いでしょ俺のこと。うん。誠司さんに無料アイテム、ゼロリスさんちょっと謝って、一言。向こうのリスナーさんにもちょっと謝って、ごめんねって。ごめんね、無料アイテム投げてきて。もう和解したんでね。うん、すっきりしてる。で、まあ喧嘩したことなかったからね、うん、喧嘩できてよかったわ、うん、包丁とまあ指詰めるの、指でも、うん、で、今月逮捕される予定ですけど、逮捕されません。ちなみに政治はいいんだよ。おい、イキリスト、リリー。逮捕される話どこ行ったっすねよ。おい、こら。てめえら三人よ。あと女二人。いつ逮捕されるんや？何だったの？ということで、スパークに出ない人への当たりが強くなります。もうストレスっつが全部そっちにぶつけるから、うん、スパークに関係してない人ね、もう全部そこにぶつける、うん、全方位向ける。関係ないもんだって。うん、母ちゃんにナイス流さないよ。パルパルにお願いします。もうだって出てくれないんだから。ゼロリスさんはパルパルさんにナイスお願いします。もう俺はちょっともうアイテムも投げません。もうそれはもう仕方ない。うん、アイテムももう投げに行きません。もう競馬もやりません。うん、もうそうなってきちゃう俺も。こればっかりはしょうがない。うん、いや、電動自転車はいいけど、もう今後そういうこともなくなると思う。別に引っ越そうが何しようが、もう俺もそうなっちゃう。うん、いや、これはもう納得してほしい。
スネ夫なんかにビビらなくていいよ、ヨッサンも。